建武3年正月11日馬の刻、足利尊氏は都に攻め入って、当院金方の御所に御座され、大勢の公参人が参上しました。10日の夜に結城親光は比叡山に臨行する五醍醐院の神輿の前にかしこまり、天下がこのようになってしまったのは大友貞利が佐野で心変わりしたのが原因です。偽って降参して大友と差し違え、死をもって忠を尽くしたいと思います、こう申し上げて立ち去ると、五醍醐院は頼もしくも哀れにもおぼしめし、御意の袖を涙でお濡らしになりました。当時の南大門大友貞利の鉄勢が200騎余りで現れたので、結城親光は一族の増戸下野守と家人数人を召し連れて降参し、大友貞利は即座に受け入れ、連れ立って足利尊氏のもとに向かいました。将軍の陣が近くなり、大友貞利が「お具足を預かりましょう」と言うと、戦場で具足を渡さなければならないのは残念ですが、御偏をお頼み申し上げたからには恥辱を与えないようお計らいくださいと言って、帯びていた太刀を持ち上げて川を西へ渡りました。大友貞利が太刀を受け取ろうとすると、結城親光は抜き打ちに切りつけました。大友は直ちに組んで、親光はその場で撃たれ、増戸下野守も討ち死に。大友貞利は目の上を横に深く切られたため、鉢巻きで頭を巻き、腰に乗って親光の首を持参しました。結城親光の最後の振る舞いは昔も今も珍しいことと思われたが、弓矢に携わる人々は、あっぱれ勇士、誰もがこのようにやりたいものよと皆涙を流しました。大友貞利も翌日亡くなり、自身も将軍のために命を捨て、その振る舞いは何に例えたらよいのかわからないほどでした。正月13日から3日間ほど、範義親王と北畠顕家の率いる軍勢が運河のごとく東坂本に散着し、比叡山の首都が残らず従いました。三井寺はもともと足利尊氏の味方だったため、敵が焼き払うという知らせが入り、正月16日に細川の軍勢が三井寺に合力するため発行し、同時に新田義貞と北畠顕家も三井寺へ向かい、三井寺の首都が敗れました。正午ごろ、三条河原の東の岸に新田軍が錦の御旗に中黒の旗を添えて西に向かって待ち受け、味方は大軍で角翼の陣を取って取り囲みました。数千機の軍兵が剣を振りかざす暇もないほど激しく入り乱れて戦い、陣馬のむくろが山をなし、川は紅に染まり、官軍は船田義政、由良左衛門の城をはじめとして千人余りが討ち死にしました。新田義貞は自ら旗を刺し、結城親光の父の結城宗弘と共に千騎余りで返し合わせ、白川の常住院の前から中御門の河原口に押し詰められましたが、小山結城一族が2000騎余りで火花を散らして戦い、敵は七ヶ谷の山に引き上げ、鳥の国に終わりました。敵の結城宗弘と味方の小山と結城は双方とも100人余りが討ち死にしました。共に一族のため、敵も味方も同じもんで同じ滴れを着ており、今後の合戦でも同士討ちするに違いないと、小山結城の軍勢は耳の袖を裂いて兜につけることにしました。17日、侍所の佐々木中親と三浦貞津らが三条河原で千余りの首実験を行いました。官軍は三条のきらら坂から石山社の前に陣を取り、味方は忠菅原を先陣として京白川に満ち溢れました。正月27日、辰野刻、
敵は二手に分かれて河原と鞍馬口を降り、味方も二手に分かれて戦いましたが敗れました。足利兄弟は思いを決した様子に見えたため、勇士たちが我も我もと両大将の前に進んで防戦しました。味方の上杉則房、三浦貞綱、二階堂、曽我太郎左衛門が討ち死に。足利尊氏はその隙に河原を下り、七条を西に折れて桂川を越えて陣を取り、人々が命を捨てて忠節を尽くしたのはありがたいことでした。味方は大宮を下って山崎へ引き返しました。細川の軍勢が敵は千本口を下ってくると予想して内野の右近馬場のあたりで待ち受けていましたが、下行の各所に煙と時の声が盛んに聞こえてきたので、中三角を東へ向かい、河原口で大軍を蹴散らして旗差しを討ち取り、旗を奪い取って西坂本まで攻め込んで仮代理を焼き払いました。勝ち時を挙げて河原を下ると、大軍が二条河原から四条あたりまでを防いでおり、敵だと分かると細川上前と兄弟がわめき叫んで敵を蹴散らすと、粟田口の方へ落ちていきました。敵をことごとく追い払い、七条河原で両大将の行方を尋ねたところ、味方の軍勢は二手に分かれ、一手は七条を西へ、もう一手は大宮を南を目指したというので、桂川を渡り猪国二陣に参上して今日中の敵を追い払ったと申し上げ、七条を東へ入って河原で夜が明けました。細川の人々の活躍に足利尊氏が、これ以上の弓矢の面目はないと言って、錦のおひたたれを細川明氏にお送りになり、人々は細川上前を鬼人のように噂しました。18日の猿の刻、山の軍勢が再び神楽丘を下ったので攻め戦った時、越前国の住人の白川小次郎が新田義貞を討ったと言って、首と赤落としの鎧を剥ぎ取って持ってきましたが、義貞ではなく笠井三郎左衛門の首でした。顔が似ており、鎧も同じ色でしたので、味方が喜んだのも道理でした。翌日29日は合戦はなく、おととい山崎に引き返した味方が少々帰参しました。正月晦日の夜半から忠菅原の合戦が始まり、二階堂幸親が討ち死にしました。足利尊氏は去年の8月から雌雄を決する戦いを続けてきましたが、弓折れ、矢突き、馬は疲れ、味方は戦いに敗れて気力を失い、その日の夕刻に丹波の篠村に陣を召され、退いて功をなすのも武略の道であるということになりました。細川の人々が陣を摂津国兵庫の島へ移して、船で兵糧を集め、陣馬の息を継がせ、諸国の味方を催し、同時に都に攻め入るのが良いでしょうと申し上げ、三草山を通って播磨の稲美野から2月3日兵庫の島に着きました。そこに赤松遠心が参上し、ここは要害の地ではありませんので両大将を摩耶の城に移したて祭ります。軍勢はこの港に陣を取るのが良いでしょう。兵庫と摩耶の距離は50丁ですと申し上げました。これを聞いてある勇士が言いました。去年から天下は2つに分かれて勝負を決していない国が多いため、たとえ一夜でも両大将が城にこもったことが落ち方に伝われば、敵は利を得て味方は力を落とすことになりましょう。最後に利を得ることが大切ですので、陣を摩耶に移すのはやめた方が良いでしょう。赤松遠心はこれを聞き、落ち方にどのように思われるかが最も大切なので、たとえ城に負わしたとしても出た方が良いようですと同意し、その場所を陣に定めました。そうしたところ、先立って御行所を賜った周防の守護大内長広と長門の守護
古都竹実の二人が兵戦五百僧を率いて参上し、この新手で都に攻め上ろうと2月10日に兵庫をお立ちになりました。宮方の楠木正成が泉、河内、両国の守護として摂津国、西宮浜に馳せ参じ、終日戦いましたが決着がつきませんでした。ところが何を思ったのか、正成は夜に陣を引いて落ちていきました。翌11日、細川の人々が都を長門の軍勢を従えて新田義貞と瀬川の河原で戦いましたが、細川頼治が深手を負われました。赤松遠心が足利尊氏に、合戦は旗が大切で官軍は錦の御旗を先頭に立てていますが、味方はこれに相当する旗がないため朝敵のように見えます、寿命院党は天使の聖党でおわしますから、その栄誉は北条氏の滅亡も心よいはずがありませんので、急いで院宣をいただいて錦の御旗を先頭に立てるべきです。去年の関東での合戦は大将軍が西の方にあったため味方に利がありませんでしたが、今度西国から洛中に攻め上れば大将軍の方に向かうことになるので、ご本意を達することができるでしょう。まず四国へは細川の一家が下校し、摂津、播磨両国は遠心が守りましょう。鎮西は小児貞常の子の頼久と正源の二人が今ここに愚部しており、大友貞俊の家督の千代松丸は幼少のため一族家人数百人が当陣に志向しています。西国の軍勢を従えてご気楽できることは疑いありませんので、まずは麻耶城の麓にお越しくださいと再三にわたって忠言申し上げたので、12日の宇野国兵庫に入られました。足利忠義は何とかして都に攻め入って命を捨てようとしている様子でしたので、足利尊氏はご説得されて兵庫にお帰りになりました。鳥の国から皆船に乗り始め慌ただしい様子でした。源頼朝が石橋の合戦に敗れて真鶴ヶ崎から船に乗られた時は周従七人で阿波勝佐を目指され、源頼義義家も奥州征伐の時に七騎だけになったことがあり、最初に負けるのは当家の軽井であるという人が多くいました。味方の敗北により愚部していた大将の中から京都に降参した人が七八人いました。関東の合戦から先行を尽くしていた人々ですが、義を重んじ命を軽くする勇士はいよいよ忠節を尽くそうと心を決めた様子でした。犬の国御座船が海へ出ると立つという追い風が吹き、虎の国に播磨の室の津にお着きになりました。従った船は300艘余りでした。もしも順風が吹かなければ御不沈に関わるところでしたので、無事都会できたのは仏人のご加護であろうと足利忠義がシャリと三剣を龍神に手向けて海底に沈められました。この港に2日間ご逗留されました。きっと強勢が襲ってくるでしょう。四国九州にお着きになるまでの背後の守りとして国々に大将を止めるべきですとある人が言うと、細川和氏と秋氏の両人が勲功の軽重に応じて恩賞を行うよう仰せつけられました。播磨は赤松遠心、備前は石橋和義を松田森友の一族と共に三井氏の城に入り、備中は今川兄弟を友尾道に陣取らせました。秋は桃の井義盛と小早川一族、周防は大島義政と守護大内長広、長門は柴高常と守護古藤竹実、このように定めおいて
ビンゴの共にお付きになりました。そこに参謀院の総長賢俊を勅使として金厳院から院宣を下されたので、人々は勇み立ち、すでに朝敵ではないと錦の御旗を上げることを国々の大将に仰せつかわされたのはめでたいことでした。船路には慣れない人たちが多く、数百艘の船が立ち返るべき故郷は遥か遠く、この先命があるかどうかも分からず、その心細さは言いようもありませんでした。建武3年2月20日、足利尊氏は長門国赤間の関に着きました。25日、将軍頼久兄弟と一族500騎余りがお迎えに参上して、錦のひただれを新城し、29日、赤間の関から筑前国芦屋の津にお着きになりました。夕刻、この日の早朝に将軍定常が内山で自害したと知りました。将軍定常は2月28日と29日の2日にわたり、宮方の菊池武俊と筑後国で戦いましたが敗れ、太宰府の館を退きました。その時用意しておいた女や物の具が全て怪人となってしまったのを見て、両将がこちらまでご下校されるのは期待のことで、頼久をお迎えに参上させたが、合戦に敗れてしまい面目を失ってしまった。この老人が生きながらえても無益であり、君のために忠節を尽くせば子孫は末永く双心を持たないであろうと言って、太宰府の近くの内山にこもり、最後の合戦をした後自害しました。その際、将軍定常は僧に、追善は決して行ってはいけない、生き残った一族家人は心を一つにして将軍に忠節を尽くすようにと申し送りました。源頼朝が義兵したばかりの頃、三浦義明は最後の戦いの時、子供に、父はこの城で防ぎ戦うことにする、何時らは君の味方として忠を尽くせ、天下は必ず源家の世となろうと涙を流しながら厳しく言いつけたと言われ、将軍定常が足利尊氏のために命を捨てたのと少しも異なるところがありません。足利尊氏が天下を召された後、将軍頼久は恩賞を数箇所賜り、足利忠義からは氷川原家の御間を拝領しました。やがて将軍定常が自害したことが芦屋の陣に伝わりましたが、頼久は本当のことを知りながら味方が力を落とさないように門前では虚説を述べて退出しました。翌3月1日、頼久は先陣を受けたまわって鳥の国に宗像氏憲の宿所にお着きになり、足利兄弟に外馬を新城されました。この時足利兄弟は将軍定常の自害が本当であったことを聞かれ、ひどくお嘆きの様子でした。